マッチングアプリで出会ったホストの話。ホスト業界のことをよく知らず、ホストクラブの経営側とプロフィールに書いてあるので油断してマッチしてしまったのだけど、ゴリゴリの現役ホストだった。ホストの送ってくるメッセージがすごかった。最初は普通のちゃんとしたメッセージから始まって、ちゃんとした人なんだという安心感が出てきた頃合いに繰り出されるのは、そういうところが好き、かわいい、愛してるよ。普通の男が言わない、女が言われて嬉しいストレートな言葉のオンパレードである。まだ会ったこともないのになんでよという疑問が浮かんでこないこともないのだが、それよりも圧倒的に上回る無償の愛情を受ける喜び、喜んでその言葉を受け取っているうちに沼にはまっていくのであった。仕事が忙しい合間を縫って、今電話いい、声が聞きたいと電話をかけてくるタイミングと、終わって今タクシーで帰ってるところ、もう着いたから切るね、おやすみ、通話時間の短さも絶妙である。まあホストだからなぁと思っていたところから、やばい、マジで好き、完全に落ちるまでに週間という短さであった。なんとかお願いをして会う約束を取り付けた。仕事に行く前にちょっと時間を作ってくれるとのこと。歌舞伎町で働いているホストで、ほど近い駅の近くに彼は住んでいた。行きは電車で出勤するそうで、彼の家の最寄り駅で待ち合わせということになった。着いたよとラインを入れると、今向かってるから駅から歩いてきてすぐわかるからとのこと。彼の言葉通りすぐにわかった。通りの向こう側からものすごく派手な格好の大男が歩いてきたのが見えた。鎖の派手な柄が前面にプリントされた某ブランドのスーツ、大きな鎖のピアスが両耳から垂れ下がっており、金髪、もともと背は高いがさらに底上げされたブーツを履いているので大男である。彼はものすごくイケメンだった。この世のものとは思えない。これぞホストである。近くのコーヒーチェーン店に入ったが、彼は堂々とした立ち振る舞いで、ウェイトレスにも愛想よく話しかけ、堂々と絡む。男前とはこのこと、といった男っぷり全開の彼の姿に、圧倒されっぱなしであった。女は持ってるカバンで大体どんな女かわかるよ。と彼は言った。ファスナーが開いてるとか汚れているとか、そういったことかと思ったが、ブランド品かどうかといったことだったようだ。私はノーブランドの安いカバンを持っていた。どのくらい稼いでいるわけ？目を凝視するようにまっすぐに刺すように彼に見据えられて、緊張が走る。質問を茶化すような真面目じゃないやつは信用ができない。過去の経歴なんか関係ないよ。今どれだけ真剣なのか、それだけだ。真剣さが全てなんだ。この業界は真剣に聞いてるんだから真剣に答えろよ。正直に稼ぎが少ないことを打ち明けた。お前そんなことでいいのかよ。普通に心配だわ。金は大事だぞ。真面目に人生考え直せ。ごめん。もうそろそろ仕事に行かなきゃな。ついてくる？まだ店空いてるからゆっくり話せるし、俺が働いてる店も見てもらえるし、酒くらいおごってやるよ。お金ないから無理だわ、やめとく。なんとか断ってお店を後にして駅で彼と別れた。乗る電車が別だったので、彼は私が改札に入って駅に入って姿が見えなくなるまでずっと手を振り続けてくれていた。姿が見えなくなるまでその場から一歩も動かずに手を振り続けてくれたけなげな姿は今思い出してもグッとくる。テレンテクダの女を落とすテクニックの一つだとしても、我慢強く最後まで手を振り続けるなんてことをしてくれる男はいない。その後はしつこく店に来るように言ってくるだけになったので、そのホストとの縁はそこまでになってしまったけれど、もしお金を持っていたら好奇心が勝ってお店に行ってしまってただろうなと思う。そしたらどのくらいハマってしまっていたのか考えるだけで恐ろしい。婚活男性はホストクラブで恋愛修行してみるのがいいのではないか。彼らの持つ女を落とすテクニックはすごすぎた。
ホストは婚活男性に恋愛指南のクラスを持ったら世のため人のためになるのではないかと思うが、いかがだろうか。